企画は気球。つまり温泉。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 あ、すげえな。ビビった。だってこれ高知持ち込み企画なんです。持ち込み企画じゃない。そう。今回がその危機シリーズということで、温泉の元入浴剤みたいなものですね。でやっていくんですけども、まあ簡単にルール説明します。まず全員が目隠しの状態でお台のお湯に足をつける。で、まあその後5種類のお湯の中から1種類ずつ足をつけてって、あ、これだと思ったものを。目隠ししてるでしょ、うん、じゃあそのままかバシャーンいっちゃうのはありなの？それはあり、それはやってほしいし、それはもう作戦の一個として増えてる、はい、なんでまあみんな裸足になってもらってお湯の方を準備していただきます。これお題となるお湯なので感覚をしっかり覚えてください。はい、じゃあそれじゃあみんなどうぞ。いきます。あ、やっぱ結構高いな。あったけー。あー気持ちいい。あ、気持ちいいっすね。あっちいいよ。あっちいいね。マジ匂い全然わかんねえんだけど。めっちゃ匂いわかる。全然匂いしないっす。俺のとこ入る。あ、すごい混浴。皆さん、足の混浴です。足混です。この漢字覚えておいてもらって、問題となる5種類のお湯を今から持ってきてもらいます。ぬるぬるしてるんだよ。ぬるぬるに近い。強いよね、ぬめりが、うん、ぬめり感があるかな。俺頭洗っちゃった方が分かりやすいかもしれない。めんどくさいのか。長い。全然違う、うん、全然違う。違うな。じゃあこれだと思った人、これでストップするやつおかしいだろ。はい。じゃあみんなこれではない。違う。じゃあなんかまあなんとなくざっと理由を。肌触り。ちょっとさ、その滑らかだったね。あと香りが俺的に違う。これさ、香りさ、ちょっとラベンダーっぽい香りだよね。これ意外と分かるもんですね。はい、じゃあ誰もこれストップはいないということで、続いてのお湯お願いします。香り近いよ。あ、香りは近いんだけど足入れた感じかな。ここでストップしたら他の分かんねえんだもん。じゃあこれでストップという人。俺はい。はい、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 ストップ。あ、サフさんもう作んなくていいよ。じゃあみんな、なんでこれ。いや、俺香りがもうどうしよう。香りがこれだよ。俺あのサラサラ感。ああ、そう。俺も香り。いや、もう香り。香りです。もろこれだね。え、でもこの先もっとあれだったものが出てこないかは分かんない。不安なんだよな。それがね、この企画の毎回ね嫌なところ。入浴剤も似てるの結構あるからね。他のものも見ないでさ、これだけを信じるのね、嫌だよね。そう。自分の目で見たものでしっかり判断したいよね。じゃあ俺はまあ続ける。お、じゃあ俺ストップで。これとミックスみたいなのがあるかもね。ちょっと待って、ちょっと待って、そうだったらちょっと待って、俺も言っときたいかな。いや、なんかね、ジェシーが行く方にはいいことがありそうな気がする、ね、俺ちょっと俺も行ってみていい？行く？え、マジ動画とか考えなくていいよ、別に。いい、これは。じゃあ俺も行っとくよ。お前の場合はなんかさ、お前行くなら俺も行くみたいなシステムやめるわ。ジェリー慎太郎はストップじゃなくてゴーです。ゴーです。ゴー、うん。これトロトロしてるよ。あー、なるほどね。これ違うよ。あー、なるほど。で、どう、匂いは？いい匂い。なんか違う。だからお題の柑橘系っぽいのと1個目のラベンダーっぽいの混ざったから。じゃあなんか普段からラベンダー入っちゃってるみたいなこと。あ、そういうことだね。いや、でも俺これにしようかな、うん、じゃあここでストップする人いますか。はい。ちょっとこの重さがある感じ、とろみがね、うん、がこれかなっていう。足入れた感じは近かったんだけど、ね、ちょっと香りが惜しいなって感じ。俺はゴーです。ジェシーは香りがちょっと違うのかなっていう。なんか2個目に近い。じゃあゴー。ゴーです。ゴーです。これね、色味はなんかそういう匂いしそうだなって。そう。あ、肌触り近いってマジで。あ、確かにヌメヌメしてないね。あー、これはね、ちょっとヤンチャな匂いですね。ヤンチャな匂い。ヤンチャな匂い。あ、これで似てる。足の感じはマジで似てる。パス。俺こう。どうですか。あ、ここじゃないんだ。いよいよ最後です。これじゃなかったら俺と自身はもう終わりです。終わりです。あー、もうね、正直足はこんだけいろんなお湯つけたらふやけてきて分かんないです。もうね。
じゃあ柑橘系の香りしちゃって言ったんだけど、柑橘系の香りがしそうな色してる。そう。じゃあこれゆずって言えよ。あー、え、どうした、ジェシー、どうした。グミだよ。うわー、なるほど、これかー、マジか。じゃあ俺バックバックなんかないんだ。でも3バック結果だー。僕たちが一番最初につけたお題のお湯はどれだったのか、はい、番号を発表していきます。ちなみに、今日のコーチ北斗が2番目のお湯、はい、2番目、慎太郎が3つ目のお湯、はい、そしてジェシーと僕が5つ目のお湯、はい、ということで、それでは結果はよろしくお願いします。2番今日もコーチ北斗が正解でございます。先進んでて分かった、これだってちょっとでも思ったやつにした方がいい。2つ目、お題のお湯が皆さんの足元に来ておりますので覚えてください。どうぞ。あ、なるほど、入られない。あ、結構ヌルヌルしてるね。ヌルヌルしてる。でもなんかホテルのシャンプーの匂い、ほらみんなビッときたえ、なんかこれフレグランス系の匂い、ほらみんなビッときた。ほら来た、ほらほら俺も来ちゃった。あ、これ石鹸だね。ほらみんなビッときちゃってる。あ、わかった、これね、初夏に流れる春の終わりを知らせるような風の香りだね。みんなイラッとしてるよ。来たよお前、場所え、でもあれかもな、なんか普段さ自分たちでお風呂で体洗ってるじゃん。その感覚やった方が俺覚えられるかもしれないから、ちょっとジュルの足洗っちゃおう。やめろよお前。はい、じゃあみんな覚えましたか。覚えた。はい、じゃあこちら一回履かしてください。これは覚えておいてくださいね。皆さんさっき覚えたのを元にこちら解いてください。それではどうぞ。俺もう入れなくても分かってたよ。あ、てかもうなんかお湯の感じが違う。まずそろそろとろみがない。これそろそろだね。全然違う。でも気持ちいいわ。何やってんの、ちっちゃい子じゃないんだから。あ、あ、俺この匂い分かった。うん、匂い、もも、もも、うん、これ絶対匂い、もも、違えど、もう質感が違う。違った違った違った。これじゃないね。これじゃない。じゃあこれストップする人はいない。いないいない。とろんでるな。あ、全然違います。あ、違うね。全然違います。違いすぎてやばい。俺らのこと舐めてるな、これ痛い。痛い。変わっちゃってる、変わっちゃってる。どうぞどうぞ。頑張りすぎ。これじゃないか。頑張りすぎ、頑張りすぎ、頑張りすぎ、頑張りすぎ。洗うな。誰も今回はストップしないっていうことで。はい、じゃあ3つ目、お願いします。どうぞ。雑だな。お、あ、すごい。あれ、これじゃん。え、待って。え、これじゃね。ヌルメーカーのすごい。これじゃない。あ、ちょっと待って。うわー、際ねー。え、うわー。え、待って。いやー、でも一瞬最初に思ったことを信じよう。いや、これもそう思う。で、ここでストップするよという方、挙手をね。うわー、マジかー。マジ。でも確かに、ちょっと俺もよぎってる。そうなんだ。マジで、マジで俺は僅差で5を選んでる。でも確かにこのトロ感はそうなんだよね。この場合さ、ここ2人あげたじゃん。ラスマルト俺もうあげないといけない。なんで怒るじゃねえんだよ。なんかね、後にね、出てきそうな気もするのよ。だけど正直これって言い切れないけどさ、これでもいけなくないぐらいの感じよ。そう、うん、じゃあ慎太郎とコーチがこれストップ。でも俺一個すごい自信になったことが、コーチがやっぱ一緒だったのがすごい嬉しいなと思ってた。これが4つ目になります。あれ、いや、あー、でもヌメヌメカンカンは一緒だね。ヌメヌメカンカン違う、香りが違う。え、あー、嘘。え、これなんかおじいちゃんが使ってるやつだ。おじいちゃんが使ってる、あの頭に。え、嘘、こんな感じじゃなかった俺はこれを保護した場合、どっちにしろもう5個目しかないんだから。そうだね。俺はストップ。北斗もストップ。これ、これです。ジェシーもこれです。ストップ。完璧にこれ。トイレ、そう、これしかない。もうパーフェクト。
5! じゃあ、タイガー、一人での戦いとなります。はい、じゃあ今日も入れてみて。どう？どう？匂いは。え？え、来ちゃった。来た。え、来た。勝った。勝ったこれ。ビタシ来た。ビタシ。え、待って、それは強がってるの。いや、お題を変えた時に、みんなさ、これなんて言えばいいか分かんない匂いみたいなこと言ってたじゃん。俺の中で、あ、これみかんの皮だ。キーワードにして。みかんの皮をずっと探してきた。皮。でも俺は最初のお題に書いたときみかんの顔は1ミリも書かなかったから違うお題だからもしかしたらそれは確かにみかんの皮なのかもしれないけどお題がみかんの皮じゃないんだよ。俺絶対これだと思う。これ当たった結構すごいよね。いやこれ来た。じゃあジェシー結果発表してください。はい、正解はドゥルーデン結果発表じゃんドンはい、しょおおこれは違うかもね。何の香りだった？待って、匂いかかる。これね、絶対これ。あ、これだ、ね、これだ。いや、違うね。見たことあるの？これ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 。あ、めっちゃこれ。これだ。笑っちゃうぐらいこれ。いや、タイガすごかった。おめでとう。すごい。一人勝ちでした。ありがとうございます。はい、ということで、問題、ここまでになります。イエーイ。お2問やってきたんですけども、うん、結果は皆さんご存知の通り。まだわかんないね。優勝は今日までございます。すごい。いやどうだろうな。今日もっていってんじゃん。これは最後が今日も一人勝ちしたのに。一人勝ち気持ちいいな。やっぱあそこで進む勇気ってすごいよね。いやーあれ最後までいけなくてさ、ちょっとこれかもと思ったら止まらざるを得なかったよ、ね。で今日ももうまあ優柔不断だった結果たどり着いたんだけど確信持って進んでた。あ、そう優柔不断これじゃない、これじゃないと思ってきたし、終わった後にこの足がめっちゃサラサラだなと思ったんだよ。だから俺今日お風呂入んなくていいもんね。はい、僕もキッチンシリーズやっていくと思う。何かいいアイディアあったら書いてください。結構もうあんまネタ浮かばなくなってきてるぜひ皆さんのアイディアも持ってたらと思います。ということで以上、サワでした。